稲村亜美です。 NCP グループ遺言の窓口プレゼンツ、稲村亜美の相続相談フルスイング。この番組では私たちにとても身近な問題である遺産相続に関する素朴な疑問やお悩みを解決していきます。まずはアドバイザーの方をご紹介します。司法書士、行政書士で相続遺言をメインとする専門家集団 NCP グループ代表の井上雅之さん、井野さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、前半では今週も元 NHK のアナウンサーさんで現在はフリーアナウンサーさんの竹内東子さんをお迎えしてお送りします。まあ、これまでね、いろんな元アナウンサーさん、うん、あのフリーアナウンサーさん出てくださいましたけど、うん、やっぱ同じアナウンサーの方でも民放と NHK では違う、うんうん、いや違うよね、そりゃNHK だからね。一応ほら一応公共放送でしょ、はい、その言っちゃいけないこととかいろいろありそうじゃん、うん、なんか、ね、制約とかね、そうそう、ありそうですけど、うん、まあでも本当面白いですよね、皆さんのなんか、うん、経緯の違いとかも出てて、そう、ね、そうそうそう、まあ一歩間違えばね、誰かが NHK 入ってたかもしれないしね、はい、そうそう、うん、いやーすごいですよね、うん、なんか NHK の人ってなんかね、すごい品がある感じがあるんだよ、これなんか、うん、イメージ的にも背筋がシャンピンとしてるっていうか、そうそう、まあでもいろんな業務もこなしますからね、まあね、何でもできる、そうそう、ユーティリティープレイヤーですから、うん、まあ、そんな竹内さんですが、紅白歌合戦の総合司会もやられていたそうです、ね、今回はそのエピソードなどお聞きしていきたいと思います。そして番組の後半ではリスナーの皆さんからの相続に関する相談に井野さんがお答えします。この後は竹内東子さんが登場です。稲村亜美の相続相談フルスイング。それではゲストの方をご紹介します。竹内東子さんです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。竹内東子です。お願いします。はい、竹内さんは今年でアナウンサー生活34年目だそうで、生まれた時からやってるの、うんうん、そう、じゃあ NHK 33年いたってことで、34年いたってことか。生まれた時からやってるの全然スルーしてる。あ、すいません、スルーしてるまで。いや、そうなんですよ。進行にやった方がいいっちゃう。33年おりました。そっか、私に今28歳なので。ああ、そっか。そうなんです。あ、じゃあ先輩じゃん。だから私が生まれた時にはもうアナウンサー。アナウンサーだね。いやー、ちょっと偉そうにしようじゃん。いやいやいや、もう大先輩ですから。はい。まあ、竹内さんが、うん、あの NHK 時代、はい、紅白歌合戦の総合司会も担当されていたんですよね。かわからないけど、1回やったんですよ。はい、2003年。2003年のことでした。はい。この時のラインナップが、これあれなんだ、宇藤さんと善馬さんは赤組の司会なんだ。あ、そうなんですよ、宇藤由美子と善馬孝子が赤組司会より、で白組安倍さんと、はい、安倍渡さんと高山さんね、高山哲也さん、はいはい、やり、私が真ん中で、はい、一番偉い人ですよね、一番偉い人みたいでしょ、総括マネージャーみたいな、ね、はい、総合司会ですからね、総合司会ってアナウンサー5人で司会をするという、これはアナウンサーだけだったんですね。そうなんですよ、珍しい年だったね。本当ですね、そうそう、今ね、いろんな方が、いやでも、ね、今をきらめくような宇藤さんも全部さんもね、うん、あれよく時間に収まりますよね、うん、確かにいっぱいいろいろあって、何組出るのってぐらい、その時は62組いや、すごい、今より多いもん、すごい、今より覚えてる、62組すごい、ここに今ね、ちょうど表が、はい、当時の時代を当時のね、当時の表がちょっと何個か、さだまさしさん、そう、あの年はそうなんです、ね、あ、佐賀県なんでだろう、そうですよ、花輪さんと鉄友さん一緒にね、鉄友くんと、はい、高山くん、高山 白組のね、しかし高山くんと私で4人で日曜スタジオパークっていう番組やってたんですよ、はい、うん、そして4人とも、はい、紅白に出ること、あ、すごい、全然そんなことは思いもせず、はい、あのやっててびっくりしたんですけど、今でもだからみんな仲良し、あ、いいですね、この年はね、お笑いがすごく、はい、フィーチャーされた年で、はい、皆さんも面白かったね、多分見てましたね、女子十二学坊とか懐かしい、あ、そうでした、その時か、中国から ね、 来てね、中国からね、そうなんですよ、錦織健さんと工場、あのオペラ歌手のね、錦織健さんと、はい、工場の月をコラボで一緒にやるっていう企画だったんですけど、すごいよね、うん、そんな中ハプニングも起きてしまったんですよね、起きました、名前間違えた、はい、いや、なんか日本野鳥の会はいと
麻布大学野鳥研究部といつもねあの野鳥の会がカウントし、はい、ね、そう、ね、みんな、はい、では会場の方打ち合わげてくださいなんて、はい、赤と白のね打ち合わげて、はい、カメラカタカタカタってカウントしてたんですけど、はい、この年私の年は、はい、お笑いがすごくフィーチャーされた年で、爆笑オンエアバトルっていうのが初めて会場中にそのオンエアバトルって会場にいる人がみんな審査をする、はい、問いみたいなのが雨どいみたいなのね、問いがあって自分が一個ボール持ってて、どっちが A と B どっちがいいか自分の推しのレーンに球を入れる、はい、そしてそれがコロコロって言ってバケツの中に入って何キロバトルって後で測るんですよ。その重さで勝敗を決めるっていう番組があったんですね、はい、でそれをあの赤白レーンを会場中全部に配置しまして、はい、全員が会場にいる全員が球を転がすっていう、はい、あ、紅白の会場、紅白の会場、でしかもお茶の間審査、お茶の間審査員は前の年からあったのかな、うん、はい、あのデジタル放送が始まって、で赤とか白とか自分で中間発表と最後と入れられるように、うん、お家からもリモコンで参加できたりして、うん、とあと会場の審査員と、まあ、その合計で、審査をする、うん、本番だけ本番やったらもう最後の最後ですよ、得点発表の時だからね、うん、集計の時だから、でみんないいですか、じゃあ赤白どちらかのレーンに流してください、どうぞってガーッと流して、はい集まりました、それでは3階の方2階の方1階の方全部集めてくださいって集めて、はいでは測りますって言ったら325対16500みたいな全然ありえない数字が出てNHK ホールそんなにお客さん入りません、はい、でそこでシステムの不具合が起きたんですね、はい、あ、不具合だったんですね、不具合だった、本当かと思った、大変だ、いやいや、ね、一番大事なとこだから、でもだんだんね終わる時間が、はい、私くらいの時間が迫ってくるんですよ、そうそうそう、最後の最後から、ね、45分がね、そうなんですよ、そうそう、62組のアーティストが1秒ずつ押しても1分、うん、カッチンっていう1秒押しても1分はみ出るじゃないですか、うん、はい、それが、うん、そこでうわーってなって、ここからごめん、もう見えることだけで私が思うこと言うからねっていう目で合図して、はい、よし言うぞと思ったらシステムが直った、あ、さすが NHK のスタッフよく直りましたね、なんとかそこで直したんですよ、でちゃんと電光掲示が直って、で会場の審査は、赤組白、白が優勢と出ました、ここで1点入りますっていうので、そこをなんとか収めることができて、じゃあなんとか行く年来る年にそうあの蛍の光を歌ってそう、ね、もう蛍の光にねつなげられなかったらどうしようって思いましたけど、でその一点がその白組に入って、ね、うん、まあ、あとデジタル審査員の点も入って、うん、で最後あのみんなでこう玉入れみたいにしてこうして一つ二つってやるんですけど、それじゃあ行きます、カウントします、うん、赤組白組いいですか、行きますよ、一つ、うん、って言ったら赤組ゼロだったあ白この頃はねもうめちゃめちゃ白強かったの、いやだってすごいですもん、スマップの世界に一つだけの花、そうでしょ、で15対0で、すごい、すごい年ですね、そう、いやファンがすごいの、はい、もう白、うん、いやでも会場も、うん、それから、まあ、お茶の間も、うん、それから審査員も入れても、うん、全員が審査員も会場審査員がいらっしゃるわけじゃないですか、うわだって森山直太朗さんの桜もがすごいですね、あ、いろいろやっぱ歌合戦だけで紅白だけでこんな盛り上がるんですね、いや本当ですね、え、そうか 45.9 もあったの、45.9ってすごいね、それでもなんか攻められた気がする、45.9 ってめちゃくちゃすごい、なんか毎年ねもう紅白はいらないだろうとか、はい、もうあのいろんなこう話題になりますけど、裏側に、はい、裏に何をねぶつけてくるとか、か言われるけど、なんかやっぱ年の瀬の、はい、その話題も含めて、うん、1年が日本の1年が暮れてくなっていう感じで、うん、はい、あの大事な存在なんじゃないかなと思って、いやすごいと思いますよ、まあね、そして NHK ではいろんな経験をされたと思うんですが、うん、昨年の9月で退職されました、うん、はい、これは何かきっかけはあったんですか、もうねあのラジオ5年やったんですけど、はい、本当にもう面白くてラジオやって、はい、あのあこれがコミュニケーションというものかっていう、なんていうんですかね、テレビをそれまでずっとやってたんですけど、ラジオでなんかリスナーさんが近いじゃないですか、うん、ラジオって、はい、でテレビだと1分でまとめてくださいとか、うん、30秒で短いとね、うん、もう10秒でまとめなきゃいけないとかみたいなこともありますけど、はい、ラジオって本当に
なんていうか体にも心にも優しいっていうか、すごく時間がゆったりあって、はい、納得できる、はい、であの帯の放送やっていたので、あ、今日言えなかったなと思ったら明日言えるし、で今週言えなかったなと思ったら来週言えるじゃないですか、はい、そういうなんていうかな、すごく温かいメディアで最後5年やったんですけど、はい、これ以上ないなっていうところまで経験させてもらって、はい、でもふと気がつくと私の上には先輩は誰もいなくてですね、NHK の中ではですね、もう一番上になっちゃったし、でふと後ろを見るともう後輩たちが頼もしい後輩がいっぱい育って、はい、いやもう大丈夫だねみんなって思って、じゃあ任せた、じゃあ姉さんはこれからちょっと竹内塔子としていろんなことをもっと伝える側に行ってもいいかいと思って、はい、ちょっと NHK という枠を外してみようって思いました。いやそうなんですね、そうですね、まあ、今本当に、ね、のびのびとというか枠を外れて愛媛の観光大使もやられてそうなんですよ、すごいですね、なんかね、ここからは恩返しというか、もういろんな人にこれまで恩をいただいた分をこう次に送っていかなきゃいけないみたいな気持ちがすごくあって、私って私じゃないってことに気がついて、私って私たち、変なあれですけど、こう一人じゃない、はい、もう悩みに悩んで、なんか究極たどり着いたところが、私は私じゃなくて私たちだったみたいな、周りの悩むといろんなところに行く、ね、いやでも、はい、本当にね、いろんな人たちが私の中にいてくれてるところに気がついて、でフリーになったら、まあ、あの NHK にいると観光大使などもね、なかなかできないので、すごくやりたくて、でもあのすぐに愛媛県知事にメールして、個人的に知らないので、はい、あの県知事のホームページから、本庁のホームページから、はい、私竹内塔子と申しますが、NHK のアナウンサーだったんですけど、今回フリーになりまして、つきましては観光大使をやらせてください。それって何番だったんですね。すごい、やっぱ行動力が素晴らしいですね。すごくやりたい、はい、ちょっと当たって砕けろと思って、ね、ご連絡をいただいて、前向きに検討します。はい、すごい検討していただき、もう向こうもびっくりですよね、竹内さんから、いや本当に、ちょっと騙されてるのかなって思っちゃいますよね。で3ヶ月後に、今年の初めにあの任命していただき、はい、おめでとうございます。特にあの何の仕事があるわけでもないんですけど、はい、でもふるさとのために、はい、いやでもみきゃんちゃんとともにね、みきゃんの名刺と、あと愛媛みかんの方も ね、いただきましたから、いただきました、はあ、みかんの方、みかんの写真集ね、そうなんですよ、みかんの写真集ってわかります皆さん、みかんしか載ってないの。いろんな角度だっていろんなね、あの表情のみかんが、でもね、はい、だんだん畑なんですよ愛媛っていうと、うん、はい、海からねすぐ山がこうあるわけなんですけど、島だから四国全体が島じゃない、で段々畑があって、はい、そこにみかんの季節になると濃い緑が、はい、濃い緑なの、あの愛媛、あのみかんの木の葉っぱって、はい、濃い緑の中に綺麗な鮮やかな黄色がてて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 てって、あ、これね、無数の点々が、はい、あって、お船からも見えるし、本当にあの車運転してても山に見えるし、可愛いんですよ。この中で育ったんですね。うん、この中で育ちました。本当に山の中で。首藤さんもそうよね、確か。そうですそうです。ね、愛媛、今ねおはよう日本やってる、ね、松山。首藤ちゃんは私の高校の後輩で。あ、そうなんです。松山東高校という、はい、高校の後輩で。優秀な高校なんですね、多分。ということに。ね、多分そうですね、はい、夏目漱石が赴任した学校で、うん、そうマドちゃんのモデルになった学校です。あ、すごい、すごいじゃないですか。松山中学校で、ね、あ、はい、あ、名門ですね。赤シャツとか、はい、裏返りとか、それはもう坊ちゃんマドンナの世界、はい、NHK なる人が行く。いやもうこの話をね、してる時の竹内さんが生き生きしててなんかこっちがすごい元気をもらいました。ぜひ、ね、はい、遊びに来てや、はい、うん、ぜひ行かせていただきたいと思います、うん、まあ、そんな竹内塔子さんですが、はい、来月、まあ、6月ですね、歌の祭典の司会をされるんですよ ね、 そうね、もう久々です、はい、あの番組の司会に、うわ、そうなんですよ、はい、歌の祭典2024夏祭り歌祭り夢祭りの司会を担当されるということですが、うんうん、6月5日ですね、うん、はい、午後4時30分開演と6月6日お昼の11時5ですね、午後4時の、はい、午後4時開演の3公演
はい、そうですね、そのうちの6日の午後4時の回を私は担当するんですけど、1回目は竹下恵子さんで、2回目の司会が工藤優希ちゃんで、で私が3回目の公演の司会をするんですね。で、合田道人さん、日本歌手協会の会長の合田道人さんと一緒にやるんです。はあ、これもまた盛り上がりそうですね。司会だけ見たら超豪華だ、いやこれすごいんですよ、ね、竹下恵子さんってことを言う、日本歌手協会って、うんうん、ありとあらゆる歌手の方が所属しておられまして、でこれ3公演もあるってことはですね、うん、もうねできれない、あもう詰め込んで、もういっぱいいらっしゃって、うん、もうどの回も見応えがあってですね、はい、ぜひあのホームページをご覧いただきたいと思うんですけれども、うん、はい、会場がですね、東京の練馬文化センター大ホール、うんうんですね、こちらで行われるそうなので、うん、詳しいことは日本歌手協会のホームページご覧ください。ぜひご覧ください、はい、そしてあのプライベートではインスタグラムにお弁当もアップして話題になってるんですよね。インスタ始めまして、うん、インスタ始めたんですよ、はい、うん、すごい美味しそうなお弁当です、ね、あこれお弁当、お弁当ね、これ印刷してくださってありがとうございます。美味しそう、3人の、ね、娘がいるので、はい、今19歳と14歳の双子、はい、11の双子がいる、もうすぐ14歳かな、双子がいるんですけど、賑やかですね、娘さん3人だったらね、はい、お父さん買えそうだね、そしたら楽しそうにしてます。あそうですか、はい、なんかよくパパの部屋に行っては、はい、何やってんのか知らないですけど、いろいろ相談とかしてるんですよ。いいね、それ仲良しですね、うん、私とは違う、私じゃないことを相談したいんだと、私にじゃないこと、なんか役割があるみたいなんですよね、パパの意見を分かんないですね。お父さん疎外されてるわけじゃない、ママっ子に育てようと思ったんですけど、パパ大好きになっちゃった、お母さんはバランスがね、バランス取らなきゃいけないですから、うん、そうです、はい、本当ですよね、えじゃあ SNS も今まで NHK 時代はできなかったんですか。できないこともないんですけど、はい、ちょっとやっぱり制約が、ね、あったんですけど、そりゃそうだ、そう、はい、だけどもうあのほら載せちゃいけないものとかいろいろあるじゃないですか、うん、はい、NHK なので、そうですね、公共放送なので、ね、どっかに寄りすぎたりするといけないから、うん、はい、なのででもとうとう始めまして、もう楽しくもう日記みたいに書いちゃって、うん、19歳の娘が、うん、ねえママインスタって写真で見るからこんなに文章書かないんだよいいじゃないの、でも諦めて好きなようにしたらいいと思って、あれか、投稿のところに文字を、そうなんですよ、わかります、ブログみたいにいっぱい書いちゃって、はい、文字インスタあんまり読まないです写真見て楽しむのなんて、ね、文字は何、ツイッター、文字はまあそうですね、ツイッター X そうなのかですかね、そうなんですね、インスタはなんか見ない、ね、読めないです、ね、長文、でもなんかね、写真もねちょっとアミちゃんの写真みたいなと思うんですけど、やってますよ、すごい、はい、そうね、インスタ皆さんなさるから、はい、かわいい、いやでも面白いですよね、うん、SNS いやね、はい、でもインスタぜひあの、うん、皆さん覗いてみてください、ね、ね、はい、インスタグラムも見てみてください、うん、はい、その他、はい、竹内東子さんの情報についてはオフィシャルサイトをご覧ください。これで最後になってしまうんですが、うん、相続について皆さんにお聞きしてみたいことって何かありますか、うん、あ、もうね、はい、ちょっと、子育て今大変なんですけど、はい、19歳14歳、はい、2人、はい、ね、双子ね、双子なんですよ、3人娘がいるんですけど、あのこの生前贈与ってあるじゃないですか、はいはいはい、でも今子育てだけでもお金がかかってすごく大変で、うん、とてもそう生前贈与とか考えられないんですけど、うん、ほらなんかニーサとかいろんなものが始まって、うんうんうん、みんないつぐらいから、うん、その子供たちに贈与する分どのぐらいこうの残す毎年毎年していったりするのがいいんですか、井野さん、まあ、あのね、人によりますけど、まあ娘ってさん息子さんにその下にお子さんができたりね、はい、した時に結構お孫さんに渡すっていうのが多いですよね、うん、お孫さん、そう、娘さんじゃなしにね、子供じゃなくて、そうそうそう、その一個下ね、お孫さんね、だってまあこれ喋ると長いから喋んないですけど、はい、あのまあ息子とかいずれ相続人になるんですよ、法定相続人っていう立場になるんですけどね、うん、その人たちにあげたやつっていうのはあげてから7年以内に竹内さん亡くなっちゃうと一応それ相続に戻ってきちゃうわけ、全部ね、遺産として、だからその対象じゃない孫、孫は対象じゃないから、だからなるほど、そう、孫に渡していけばもう消えていくっていうことよね、確実にね、その方がいいんですね、そう、まあそこは基本中の基本中か、はい、まあ
相続人じゃない人に渡す。知らなかった、相続とか考えたことがなかったから。まあでもまだ早いと思います、はい、まだね、今からまあ1年ずつ、まあ、いくらか渡していけば、うん、まあ1年に一応110万円は、はい、もうただだ、ただっていうか税金かからずにね、税金かからないで、うん、だから110万円をいろんな人に渡せばその分だけ減るっていうことですけど、うんうんうん、まあまだね、まあまあ、ちょっと早いと思う、ね、そうですね、ちょっと今子育てが、はい、そうそうそう大変すぎて余剰金があまりないんですけど、そうそう、だから娘さんたちが自分の家庭を持ったりして、まあいろいろ物入りになったりね、そういうことになったらちょっとずつ渡していけばいい、そういう時にやっぱおじいちゃんおばあちゃんの存在って大事なんだ、うん、そう、子供を助けてやる、そういう意味で、そうだから、おじいちゃんおばあちゃんから孫にっていうのはすごいよくある話ですね、だからむしろそっちの方がいいですよ、贈与っていうのはね、あんまりこの一神党の中であんまりやらない、二神ちょっと離れたとこからこうやるっていう方がいいですよね、そうか、うん、そういうことなんですね、そうそう、だからなんか資産家のお家じゃないからそんな経験がなくてよく分からなくていやいやいや多分ね莫大な遺産が終わりになるでしょうけど、うん、そうそうそう、いやだから おじいさんおばあさん、もしお父さんお母さんがお元気だったら、はい、そういう形でね娘さんとこにちょっとずつあればですね、うん、そうそうそう、あれば渡すという、そう、土地とかね建物はちょっと渡しづらいんで、やっぱお金とかね、うん、そっちの方がいいですけどね、うん、なるほど、まあ、あの頭数いっぱい渡せばね、110万円も5人渡せば550万円ですから、はい、1年にね、はい、だから結構渡せるっちゃ渡せますけどね、そうですね、うん、その時が来たら、いやまだまだちょっとね孫ができるにはそうですね、まあね、まあでもあとね10年ぐらい経ってば、はい、そうか、元気で頑張ろう、うんね、ちょうどね70枚ぐらい、たけしさんがこれ、そうですね、70ぐらいから結構皆さん就活って考える人が多いので、そうね、でも多分もう今寿命も伸びてるし、はい、お元気そうだから、うん、ね、そうですね、もう多分ボケないと思いますけど、ねね、そこでも本当何が大事って、うん、とにかく健康が、うん、そう、健康寿命が、ね、大事だなと思って、そうですね、なりました、うん、竹内さんは、ね、健康な気がします、うん、そういや、ね、まだまだ分かんないもんね、でも、うん、なんか久々にこんなパワフルな方とお会いしました、ああでも元アナウンサーの方って、はい、ね、あ、確かに皆さんなんか馬場さんも元気だった、エネルギッシュですよね、元気な人多いよね、本当、うん、楽しい時間でしたね、意外に手島さんも元気だしね、うん、意外じゃないですよ、うん、ちゃんと元気でした、そうそう、うん、はい、ということで残念ながらこちらでお時間になってしまいました、はい、2週にわたって本当にありがとうございました、ありがとうございました、うん、以上竹内桃子さんでした、稲村亜美の相続相談フルスイング、後半では司法書士、行政書士で相続遺言をメインとする専門家集団 NCP グループ代表の井上正幸さん、井野さんがリスナーの皆さんからの遺産相続に関する素朴な疑問やお悩みにお答えします。まずはメールをご紹介します。匿名希望60代女性の方からです。遺言書の内容は必ず自分の手で書かないとダメだそうですが、それ以外のものはパソコンでも構わないと聞きました。具体的にどういったものは OK なのかぜひ教えてください。井野さん、これ、うん、あのね、これご質問の趣旨としては、多分これ手で書く方の遺言書のことね、公正証書じゃなくてね、うん、はいはい、自分の手で書く遺言書で、頭からお尻まで、まあ、自分の手で書かなきゃいけないのかっていうことなんですけども、はい、一応ね、あの数年前に改正があって、はい、あの主要な部分は手で書かなきゃダメなの、うん、誰にあげるとかね、はい、っていうことは手で書かなきゃダメなんだけど、一応財産の詳細、はい、例えば預金の詳細とか、うん、預貯金のね、はい、あとは不動産の所在とか、そういうのはパソコンでもいい、はい、パソコンというかもっと言えば通帳のコピーとかでもいいっていうことね、通帳のコピーとか、そんな感じでいいんですね、登記簿謄本のコピーとかでもいい、ね、はい、だここの物件っていうことで、うん、でそれでも OK となったっていうことですね、はい、で今までは全部手じゃなきゃ ダメだったの、あ、だからそうなんですね、ゆうちょ銀行の通常貯金の何番とかね、はい、それ全部書かなきゃいけなかったんだけど、手で、そうで間違えるといろいろ面倒くさかったんですけどね、はい、で不動産もね、うん、何々どこの所在の何々地盤の何とか何とかとか書かなきゃいけなかったんですけど、はい、まあ今はね、そういうコピーでもいいっていうことになったんで、うん、パソコンでもいいっていうことですね、
じゃあこの財産目録を作っておくとどんなメリットあるんでしょうか。うん、まあ、あの作っておくと一目で分かるっていうこと、ね、はい、あの一目で分かるっていうことね、はい、だから自分の整理にもなるし、うん、保存できるからパソコンに保存して、はい、いつでもこうアップデートしながらねできるっていうところありますけども、遺言書としてやるときは一応紙ベースでプリントアウトしてくっつけなきゃダメですね、はい、で割印っていうかそのページとページの間一応ハンコ押しといた方がいい、これ必須じゃないんですけど、必須じゃないけど押しといた方がいいね、はい、うん、これなんか日付とかも、じゃあそう日付はね、本文の方に書いてありゃ OK っていうことでね、うん、だから今のところ規定がないんですよ、その挟み込んどきゃ OK っていうことなんで、はい、規定がないんだけど、はい、一応ね印鑑で割印って言ってね、はい、うん、印鑑を押しといた方がいいと思います、はい、じゃないと後々差し替えられちゃうから、そこの部分ね、そっか、うん、まあ、対策としては押した方がいいってことですね。そうそうそう、うん、そう、だからいろいろね、ほら口座番号間違えたり、はい、不動産の特にマンションなんて、ね、所在書くのめんどくさいのよ、ね、すごい、はい、であれがめんどくさいっていうことで、特にお年寄りはね、はい、遺言書作る時大変だっていうこと で、 で、ね、俺もね何回もうちの親戚のばあさんの作る時も、はい、もう手があんまり書けないわけよ、書けない人にその不動産の所在をね書けって言ってもそれも一苦労だから、はい、確かにそういう時は超便利っていうことね、あの登記簿をただコピーしてそう後ろにつけりゃいいわけ、はい、不動産以下の通りとか、はい、口実の通りとか書いときゃいいわけなんで、ね、じゃあこれはじゃあ変わってよかったですね。そう、楽になりましたね。今のところ大きなトラブルもないので、うん、いいと思いますよ。そう、上げ足取りで無効になったりすることがなくなったんでね、はい、わかりました、うん、今週は財産目録について井野さんにお答えいただきました。メールありがとうございました。稲村亜美の相続相談フルスイング。今週も終わりの時間になりました。2週にわたり前半では元 NHK のアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活躍中の竹内塔子さんをお迎えしました。まあ、いろんなエピソードを聞かせていただきましたね、うん、姉さんって感じだねそうです、なんかついていきたくなりますね、姉さんって感じ、どこまでもなんか前歩いててほしいなって思いました、うん、いやだから、まあ、あと20年ぐらいはね第一線で多分、うん、いやそうですね、活躍されそうな、ね、感じだね、はい、まあ、本当にこれからもね竹内さ ん、 なんかいや羽ばたくんじゃない、うん、NHK のほらそういうのがなくなってさ跳ね生えましたって言ってましたからね、そう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 、そういう檻がなくなったから、はい、うん、すごい活躍されそうな僕は予感がします。そうですね、うん、ちょっとインスタグラムもチェックしてみたいと思います、はいはい、ということで竹内塔子さん本当にありがとうございました。さて番組ではリスナーの皆さんからの遺産相続や遺言に関する疑問質問を募集しています。宛先はおはがきの場合郵便番号 107-8066 TBS ラジオ稲村亜美の相続相談フルスイングの係まで、メールの方はすべて小文字で souzok@tbs.co.jp souzok@tbs.co.jp たくさんのお便りお待ちしています。そして今日の放送ですが、放送後に TBS ラジオの公式 YouTube チャンネルにアップされます。前編いつでもアーカイブとして聞けますので、ぜひそちらでもお楽しみください。詳しいことはこの番組のホームページをご覧ください。ということで井野さん、はい、来週もよろしくお願いします。はい、お願いします。アドバイザーの司法書士行政書士で NCP グループ代表の井上正幸さんでした。 NCP グループ遺言の窓口プレゼンツ稲村亜美の相続相談フルスイング、お相手は稲村亜美でした。